あれ菊池さんがあれなの？ヒコムツなんだ。移り立ちしてみたいな。おいけー柿沼さん、頑張れ。真鍋さん、頑張れ。支持者員たくスタートとかどうその気全然ないわ。あれやリーチどうしたの。いや、あのこんなところで足使う気ないだけでしょ。妻の時は息子がいねえとつまんねえって怒ってたじゃないですか。そう代表で行っちゃってたから韓国。本当ね。あ、おとし熊野いましたよ。じゃあ その前の年か。そうですね、うん、代表でいねえがつまんねえっておっしゃってましたよ。やっぱりみんな萩原さん。兄さん、兄さん頑張れ。あ、お仕事行きます。ずるいじゃないか。なんで、え、他のところよりどう考えても補給だったら元気出るぞ。カナヤンの今日走ってる綺麗どころがみんなして補給してんだもん。あれで1割ぐらい余分に元気出てると思うけどな。いや、男だったら絶対あれで1割ぐらい余分に元気が出る。そこまで山本くん枯れてないと思うぞ。さっき、あ、チャンピオンだって言ったらさ、にまーっとして向こう行った。いきなり1円落ちてる？あ、いきなり。朝日の子がそうや、1人いるんだよね、ここ。どのくらいなんだろう。始めたばっかだって言ってたけど。ウィジンって書いてます。まだ追いつけるから落ち着いてけ。頑張れ。あ、そっか、ロードはウィジンか。当てなくていいよ。まだ足使わなくていいよ。大丈夫大丈夫。前待ってるから。あ、安倍高、ヒカル、菅さん、これはしなしなかな。あと、ベルマーレが2人、佐野さんか。マッキーかな。あ、最初だ。最初頑張れ。菅さん頑張れ。宮沢さんが頭に出てますね。なんで悪頭が前にいるのよ。オーベスと、他クラブチームが前の方固めてますね。あれ宮沢さんだよな。宮沢さんじゃないのか。竹芝だ。ま、有力勢はまだサイクリング状態です。もう遅れとんのがあるんかい。頑張れ。小室さんがいる。小室さんとか。
すいません、菅さんが追っかけてたんだ、5人の後、申し訳ないです。追いつけるかな、厳しい。一人逃げ、え、どこ、ビテス旦那、あとすると高橋さんだろ、逃げれるのは。高橋さん、うん、すごいな。あれ違う、山下さんか、あれ。あ、ごめんなさい、山下さんです。山下さん、はい。お、山下さん頑張れ。あれ金曜日4回も5回も失踪してたもんな。結構差がでかい。あ、来た。前レディーゴーが固めてて、金谷、橋本さんがいるな。あと誰だろう。金谷勢も前の方ってか、まあ集団一塊ですね。有力勢後ろでサボってる。現在解説は宮崎さんでお送りしております。勝手な感想ですよ。あくまでも解説じゃなくて。だって翼ちゃんも幸子どんぐらいにいますか。だから後ろでサボってる。サボってますか。うん、サボってるって言ったら怒られるかな。いやいやいや、でも足しためてますよ。はい、分かってます、もちろん。金谷3名目立ちますね。レディーゴーが前引いてますね。ええ、堀さん、一番前ででも佐藤さん、あ、西さんも集団中ほどでサボってます。あ、ゆっくり、かなりゆっくり。ほら、だって姫だってそこだもん。これは朝日の子もあれだよね、みおちんさんだから彼女もかなり後ろの方にいるし。相当遅い。うわー、粘ってるわ。女子の、アンダー17、15です。あ、ジュニアアンダー17か。です。基本的にはまだパックのまんまですね。一番前を引いてるのが多分ジャージから行って坂口清香選手。あとどうだろう。さすがにここまで来ると坂口選手しか私が分かんないんですが、あ、やっぱり朝日の彼女は前の方にいますね。さて駆け引きがどこまでできるか。今年頭まで陸上だったかな、なんか別のあれだって言ってましたから、足はあるにしても。なお速度は15キロぐらいらしいです。あ、かけたわけじゃないね。絞りにかかったかな、きよこちゃん。頑張れ頑張れ。あ、かけ合い始めた。いや、ごめんなさい。え、やるの本気で、ここで。応援しますか。こちらは日本自転車競技連盟の広報車です。